ですね、私朝日新聞記者で、元政治部で自民党サブキャップとか解散の評判とかやってた時期があるんですが、朝日新聞から、記事を止められてですね、私はそれに文句を言ったら記者の職を外されて、10年ほど全く記者の仕事をさせてもらえなくて、社外の中で仕事足にブラブラやってたと、いうようなことがありますけれども、まあそれでもそれまでは記者として政治の仕事をしましたので、大体今の政治の方向性というのは分かるんですよね。で、そんな話をちょっとしたいと思います。7ページからある朝鮮内元国防次官補の語る日米軍事戦略、これはですね、朝日新聞が、去年の12月にですね、朝鮮内さんの4日付ですね、長官に朝鮮内さんの単独インタビューを載せています。これ朝日新聞腐ってもいるんですが、なかなかいいことも書くんで、真面目な記者がいました。で、彼が一生懸命多分朝鮮内さんを説得してですね、単独インタビューにこぎつけたんだろうと思うんですが、そこでですね、朝鮮内さんというのはですね、今のオバマ政権の中の民主党政権の中で軍事顧問を務めて、今ハーバード大学の教授ですけれども、実質的にこの人がですね、今のオバマ政権の極東の軍事を担当していて、その政策を全て彼がやっている。そういうのは実質彼の方向性で今アメリカ軍が動いていると、こういう状況になっている。そういうことで、これは決して、単に学者がですね、言った話じゃなくて、厳粋にですね、日本の極東軍事がその方向で実質的に動いているんです。そういうことを彼が具体的に何を語っているかというふうに語って、読んでいただければと思います。それでですね、朝日新聞のインタビューの中で朝鮮内さんは重要なことを4点言ってるんです。で、まず一つ目はですね、沖縄基地についてです。沖縄基地について朝鮮内さんは、沖縄の人がいらないと言うならば辺野古に基地は移転させなくていいですよと、いりませんよと、いうことを言われています。で、これだけ聞くとですね、安倍政権より物分かりがいいんですよ。では、じゃあ2点目何言ってるか、なぜいらないかですね。なぜいらないかということは、2点目でジョージさんは中国のミサイル技術の飛躍的な進歩があると、こう言ってるんです。沖縄に基地を集中させておくことは在日米軍にとってもはやリスクでしかないと、こういうことです。だからいらないんです。沖縄に基地集中させるような形と軍事基地は辺野古に作ってもあまり意味がないんだと。費用ばっかりかかるばっかりで、実はそれほどアメリカ軍はもう重要していませんと、こういうことですね。で、3つ目何を言ってるんだと、日本のナショナリズムの台頭があります。これからはそんなにアメリカ軍を日本の国内に駐留させてもらえないでしょう。だから沖縄アメリカ軍は、どんどん日本の、中から撤退の方向ですと、こういうことですね。これちょっと本音じゃないと思うんですが、実は彼はそう。で、4つ目は何かといえば、これからどうするんだ。これからアメリカ軍は、縮小したアメリカ軍は日本の自衛隊基地の中にぐるぐる回って、駐留します。それでもし何かがあれば日本の自衛隊基地から飛び出せばいいんですと、これが4つ。これが彼の言っている朝日新聞の記者に語った単独インタビューの内容です。これだけ見ると読むとね、なかなかそこだけではわからないんで、少しこれに解説を加えるとどういうことかというと、なぜ沖縄にアメリカ軍の基地を駐留させるのが
リスクになる。こうですね。ここなんですよ、ポイントは。なぜかといえば、中国側の攻撃を受けるから。じゃあ、なぜ中国側の攻撃を受けるんですか。これは、米国と中国との間の全面戦争を想定して、その最前線基地が沖縄であるということをアメリカの軍事の実務をとやってが考えていると、こういうことですね。万一米中全面戦争になれば核戦争でになる。で、核戦争になるということは、その核戦争の最悪の状況の中で沖縄基地がなおはどういう位置づけに置いているかといえば、沖縄基地というのは別に日本を守るための基地なんです。米軍の軍人なんか当たり前ですよね。米軍にとっては 米国の人たちを守る、このために軍隊作ってるわけですから、ね、ということは何かといえば、中国にある核基地からは弾道弾ミサイルが米国に向かって飛んでいきます。じゃあそれをどうやって防ぐのか。一番近いところにあるのが防ぎやすいんですよ。だから沖縄基地を置いてる意味っていうのは、もし全面戦争になったら、まず中国にある核基地を沖縄の基地から飛び出した戦闘機、あるいはその沖縄の周辺の海域に配置している原子力潜水艦、あるいは空母、この辺りから全て核兵器を撃って、日本は中国の核基地を無力化すると、こういうことですよね。そのために実は沖縄に基地を置いてる米国はね。それでそれが今の中国のミサイル技術の飛躍的発達で、もうミサイル防衛網は全部は使えないだろう。もし今でも100発撃たれたら、まあ、9割ぐらいは止められるけれども、1割は止められないぐらいの精度だと言われてますけれども、これが今後はですね、ますます止められなくなる。だから中沖縄に基地を置いといても、実はもうリスクにしか、アメリカにとってリスクにしかならない。だからこの基地をどうするのかといえば、安倍さんが那覇準備を散々中国を敵して煽ってくれた、靖国に対してね、煽ってくれたから日本の国内でナショナリズムを高まってます。だから日本の自衛隊はますますこれから軍事強化されるでしょう、こういうことですね。で、今でも安倍政権になってから防衛費は2倍になってます。だからそういう形でこれから日本の自衛隊基地は増強していきます。その増強された自衛隊と増強された基地の中をアメリカ軍は巡回して、もし中国との戦いが起これば、日本の自衛隊基地から核攻撃に中国に向かって飛び出す。それで中国の核基地を無力化する。それでアメリカの命を守るんだと。これが今実は今日から安倍さんが言ってる日米ガイドラインで具体的に決められる内容になってくるわけですね。これがもしバレれば大変なことになっちゃう。日本の自衛隊の中で各アメリカ軍の核兵器がどこに隠されて、どういうふうに日米共同作戦が行われて、暗号がどういうふうになって、その軍事作戦の内容全てが漏れれば、これは大変になるから、秘密保護法を作って漏らないようにしましょう。これが全て安倍さんが昨年から続けてきたところの集団的自衛権の容認であり、秘密保護法を強引に作った、その狙いは全てそこにある。で、今日その仕上げに行って大浜政権から褒めたたえてもらって、よくやってくれたと。
これで日本とアメリカ本当に仲良くなれますねと、という内容なんです。その安倍さんにとっては気分はいいかもしれないけれども、日本の若者の命と私たちの命、国土、中国が核攻撃を受けたらどういうことになりますか。今やってるということはこのことである。でもう少し時間ありますので少し行くとですね、じゃあそれはいつごろ始まったんだということはなると、2005年の在日米軍再編計画からこれは始まっているというふうに見なければならないと思います。で、1990年ぐらいからの湾岸戦争が起きて、アメリカ軍が、サウジなんかに基地を展開して、それでもともとビンラディンと仲良かったアメリカがビンラディンが起こって、アルカイダの戦争が反米に回る、それで同時多発テロが起こり、それに土地狂ったブッシュ政権が今度、イラク攻撃に出たりアフガンに対しても攻撃を仕掛けた。それは全部泥沼化してもう抜け抜けられない状況にアメリカになってしまったんですね。でそこで大変な軍費を使ったって効果がない、若者米国の若者の命がどんどんなくなっていく、そういう状況の中でね、実はアメリカは極東の対中国、対北朝鮮が実は本当は一番危険な地域で、軍事力があって全然差がありますから、中国を考えればね。だから本当はそこは一番大事なんだけども、そこに置く 軍備力がない、だから自衛隊に保管させましょうということが、この在日米軍の軍備計画の元々の出発点になるね。で何をやったのかとは、今ペンタゴンにある今その主力軍隊というのが第一陸軍という軍隊ですけれども、日本にいうね中陸軍隊で、これは横須賀に司令部が、前線司令部がで、ペンタゴンのところに司令部がで、そして、マグナドッカーって太平洋の周辺全部、オーストラリアの含めてね、それからインド洋の全体、それから中東の一部、これは全部アメリカ軍が第一陸軍の極東軍の守備範囲になっています。したがってここの地域で何か起これば、今まで第一陸軍がやって日米安保条約でその基地を貸すのが日本の役割だったんだけども、もう貸すだけではどうもアメリカ軍はやっていけない、お金もなければ兵力もない、だからこれを全部自衛隊に半分やらせよ。でそのために何を変えた、ザマに第一陸軍全体の司令部をそっくり移転させる、それで何か起これば自衛隊と第一陸軍の共同の司令部を日本の中に作って一緒に攻撃をしましょうと。で、先ほども言いましたけれども、安保条約がアメリカは7つ世界で結んでいます、 NATO とかね、ただこのうちのね実は5つはこの第一陸軍が担っている地域なんですよ、韓国と、ね、米韓安保条約、それからアルザス条約といってオーストラリアが入った条約、それからタイ・ベトナムが入った何条約ですかという形で、5つすなわちどういうことかといえば、その第一陸軍のところで安保条約がアメリカが結んでますから、何かあればそこで何かあればアメリカ軍がわざと飛び出して応援をすると、こういうことですよね。でそれに対して第一陸軍ともアメリカ自衛隊は共同作戦すると、今日安倍さん言って多分決めてるでしょう。ということはもし何かあれば、ね、一緒に飛び出す、あるいはちょっと遅れてるで、日本の基地からそれは第一陸軍は、そういうところへ飛び出して例えば中国と喧嘩したりどっかと喧嘩するということになりますから、もともと極めて飛び出せば行けば日本の国も攻撃されますよね、相手方から。
だから、今公明党との間で、日本の危機事態は何かとか国会決議は何かみたいなことでのんびりした議論をやってますけれども、実は関係ないんですよ。飛び出すんですから、日本の基地から飛び出したら米国軍が戦うわけですから、それともう自衛隊が共同作戦をやるわけですから、もっとその日本は攻撃されますよね。自動的に日本は危ない危機事態になる。だから日本の自衛隊が戦う名目はすぐできます。したがってこの戦いがもう今日ぐらいから本格的になってきて、もし何かあれば世界の中でアメリカと日本は一緒になってこの地域で戦う。その地域では世界の半分を占めている。極東から太平洋沿岸、そしてインド洋、中東にまたがう地域の中でのもし紛争があったらアメリカ軍と日本軍は全部戦わなきゃいけない。で、集団的自衛権というのは、その秘密保護法というのはその中での作戦行動、核兵器はどこで隠すとか、日本の中で隠すとか、こういうことを含めた特攻の軍事行動、これが全部秘密になる。そのための秘密を持っているということが今日から進んでいくと。私たちはそれでいいのかどうかというのを今日の集会を含めて考えていただけると。ちょうど10分前ですから、開会があと10分。